ボーイズタウンはアメリカ合衆国ネブラスカ州ダグラス郡の村。2010年アメリカ合衆国国勢調査の人口は745人であった。ボーイズタウンはオマハの中心部の西 18km ほどに位置する郊外地区の一つとなっている。もともとオマハで1917年にエドワード・ J ・フラナガン神父によって創建された児童自立支援施設が 少年の町と名付けられ、この施設は、フラナガン神父の少年の家とも称された。この少年の家が、オマハの成功に、本拠地を移転し、行政的に独立した、自治村となったのが1936年で、当初の面積は700ヘクタールほどであった。この施設は、1000人ほどの収容能力を持ち、恵まれない子供たちの養育、療養、教育に当たっている。 ボーイズタウンは、北緯41度15分39秒整形96度7分55秒、北緯41.26083度整形96.13194度、41.26083-96.13194に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、この村の総面積は1.36平方マイルで、うち1.32平方マイルが、陸地。 0.04平方マイルが水面である。2010年アメリカ合衆国国勢調査の時点で人口745人6世帯で2家族がこの村に住んでいた。人口密度は564.4人毎平方マイルであった。住宅戸数は15戸で平均密度は11.4毎平方マイルであった。人種構成は96.2%が白人。 26.2%がアフリカ系アメリカ人3.5%がネイティブアメリカン0.4%がアジア系0.1%が太平洋諸島系1.6%がその他の人種となっており2.1%は2つ以上の人種の根高であったいずれの人種にかに関わらずヒスパニックナイシラティーノと回答したものは10.1%であった 6世帯のうち16.7%には18歳未満の子供がおり33.3%は結婚し同居している夫婦で66.7%は家族の定義から外れる世帯であった全世帯の66.7%は単身世帯であり16.7%は65歳以上の独居高齢者の世帯であった平均世帯人員は3.17人 平均家族人員3.00人であった。この町の年齢中央値は16.7歳であった。年齢階層別では、72.8%が18歳、未満、10.9%が18歳から24歳、13.2%が25歳から44歳、2.8%が45歳から64歳、0.1%が65歳以上であった。男女比では、 57.2%が男性、42.8%が女性であった。2000年アメリカ合衆国国勢調査の時点で人口818人、57世帯で53家族がこの町に住んでいた。人口密度は227.2人、平方キロメートルであった。住宅戸数は58戸で、平均密度は16.1戸、平方キロメートルであった。 人種構成は66.01%が白人、21.15%がアフリカ系アメリカ人、1.34%がネイティブアメリカン、0.249%がアジア系、1.01%がその他の人種となっており、5.99%は2つ以上の人種の根校であった。いずれの人種化に関わらず、 ヒスパニックナイシャラティーノと回答したものは7.58%であった。57世帯のうち68.4%には18歳未満の子供がおり、93.0%は結婚し、同居している夫婦で、7.0%は家族の定義から外れる世帯であった。全世帯の7.0%は単身世帯であり、5.3%は65歳以上の 独居高齢者の世帯であった。平均世帯人員は3.32人、平均家族人員3.47人であった。年齢階層別では、78.9%が18歳、未満、8.9%が18歳から24歳、11.0%が25歳から44歳、0.7%が45歳から64歳、0.5%が65歳以上であった。 年齢中央値は16歳であった。女性100人に対する男性の人数は219.5人であった。年齢18歳以上に限ると、150.7人であった。この村の世帯年収の中央値は51,442ドル。家族年収の中央値は51,944ドルであった。男性の年収中央値は31,563ドルで、 これに対して女性は21,042ドルであった。村の一人あたりの収入は3,048ドルであった。家族のうち0%、人口のうち6.1%は貧困線を下回る水準にあり、その中には18歳未満人口、65歳以上人口とも全く含まれていなかった。ありがとうございます。